B 班の方では5種目目になりますが、シャテッカ選手の平行棒をこれからご紹介することにいたします。中国の選手であります。このシャ選手というのはアジア大会には、補欠の選手ですね、ああそうですか、はいはい、非常に床運動とか、釣り輪が得意にしてますね。なるほど、4種目終わった段階では具志堅と並んで3位でございました。はい、ああ少しミスでしたね。車輪ひねりという技でしたね。ああなるほど、今回もミスしましたね。はい、今のもあの車輪開脚入れという技なんです。決断性と言われる加点要素が取れる2つとも技だったんですけど、なるほどね、2つともミスしてしまいましたね。はい、もうこの辺になりますとちょっともうバタバタになってきたという感じもいたしますが、少しあのスタートでリズムを狂わしますとね、はい、特に平行棒なんかはあの連続してあの崩れてくるんですよね。なるほど、あ2回宙返りで降りてまいりましたが、真ん中のその加点の取れる部分での失敗が目立ちました。シャテッカ選手でやります。あまり高得点は望めないということで、シャテッカ選手もちょっと一歩後退という21歳の選手でございました。そうですね、この選手は中国のホープなんだそうですが、それにしましても中国は剣本さん大変強いですね。そうですね、あの、底辺が広いと言いますかね、はい、あのジュニア層が非常に厚くなってきましたね。非常に層の厚さを感じます。はい。